チマガセロマガ TV、 パチンコパチスロ動画3500本以上、ガチンコ実践もバラエティ企画も信頼情報も満載。あなたの見たい動画がきっと見つかる。パチンコパチスロ動画見るならパチマガセロマガ TV。 おはようございます、なっちゃんです。スルマ号2022ということでですね、前回大会では、惜しくも予選敗退したんですけれども、今回はですねしっかりと立ち回って猛者たちをなぎ倒して2022年を輝かしいスタートにすべくチャンピオン目指して頑張ります。おはようございます、菊丸です。投資上限やノルマゲーム数がある中ではありますが、予選突破に向けて頑張っていきたいと思います。ちなみに狙う機種ですからね、結構候補が多すぎちゃうので他のお客さんの動きを見ながら判断していきたいかなと思っております。ミニクです。本日のホールの状況としては、末尾や前台系というよりはおそらく、機種ごとに高設定が、しごろが1台ずつ入るような感じかなという、情報を、SNS 上などで集めたので、各機種に高設定があるという判断、予想しながら動いていこうかなと思います。その中でも特にこのホールドおすすめジャグラーコーナーなんで、ジャグラーコーナーがちょっと手厚めに入るんじゃないかなと予想して、打っていこうと思います。1位目指して頑張ります。こんにちは、パチスロ界の井上尚弥、大本命松本バチです。作戦ということなんですけれども、手なりで頑張りたいと思います。空いてる台から、座ってですね、この中でとりあえず1番取れれば次に行けるということなので、ただずらっと見た感じ意外と硬そうなメンツなので、一発でかいの引っ掛けて、大きな塊作っちまえばそれで抜けれるんじゃないかなという思いもありますので、ちょっとした波の荒い機種を狙っていこうかなと思います。それでは決勝戦でお会いしましょう。さあ、それでは私1台目に選びましたのは、こちらスロットガロ黄金騎士でございます。一応ですね、リセットの恩恵がある台にしようかなというところで、朝一天井が、600から400になるところと、基盤モードのですね、滞在確率が上がるということなので、ここからスタートしようかなと思います。いきます。ちょっと荒い騎士ではあるんですけれども、早めに勝負を決めれたらいいなと思いながらね、チャンス目かな、チャンス目でございます。最低でも 16% ぐらい、6分の1ぐらいでチャンスを抽選しております。で、広角とか、通常とかでまた確率変わるんですけれども、今は広角ではなさそうだったんで 16% から 20% ぐらいかなと思われます。おお、いった、こんなすぐ出てくるもんなの。今あっさりときましたね。で、ここで新黄金騎士チャンスで出たら、その時点で騎馬バトルは確定と、成功したら AT、 普通の黄金騎士チャンスですね。で、このカーはもう今テロップで出てたように、ガロズガラが止まるほどチャンスでございます。まずは何個止まるかっていうと、これが1個でエフェクトが青で、次ゲーム、また連続してガロズガラ止められると、この時は緑だったり赤だったり黄色になっていくと、なので連続で引くことが大事。よしよしよし、いいよ。で、次ゲーム、1個以上止まれば赤くなるんですけど、赤になれば来たあと 40% 以上です。めちゃくちゃ大事。ここナビ出る、お願い、くわー緑で、途切れた時点で発展と、青とかだと発展しないことあるんですけれども、演出成功で騎馬バトル確定と。きついかな、こっからカシャーンってなってバラのバトルに発展することあるんですが、ここは残念で、10ゲーム以内にこれを繰り返すと。早く引くな、もう残りゲーム数がハテナなんで、ここからは演出失敗したら終わりです。いいね、もう一個いい演出来てほしい、赤系の演出とか、ここ
白シャンシャン通常ガロ文字よし40%もう一回引ければキーエフェクト勝利の方はいあーナビでレバック今日やれる日です皆さんご安心くださいあぶねー助かったかっこいい金色になれとありがとうございますさあチャンスの成功で騎馬バトルでございます勝てれば晴れてメイン AT 魔界ラッシュちなみにここで紫7揃って騎馬バトル行くんですけど金7が揃ったら直接魔界ラッシュですこれね俺紫7がね昔から見づらくてはいっと騎馬バトル突入さあ参ります騎馬バトル20ゲーム間、勝率のアップ抽選を行いますこの間ももちろん、狙うのはこのガロズガラですあとはレアコインおいいしょなんかすげえ5カロ強チェリーです天才強チェリーはもうあの引いた時点で50ポイントは100ポイントっていう獲得抽選を行ってて100ポイント獲得した時点で魔界らしくてで最低でも50ポイントあるんで 50% 以上もすでに AT に当選すると見てくださいガール保留ですいやーうまい、まあ、こんな感じでカットインが出た時に、こうやってガロズガラ狙って止まった分だけ勝率アップ抽選を行うとさあ20ゲーム消化しておりまして、保留がガロ保留白青白緑となっておりますでここからが因果集結の時いろいろとチャンスアップるんですけれども、まあ、基本的には強気だったり、まあ、この攻撃ですよね、まあ、赤堀だったので烈火激流と一番熱い攻撃ですさらにレア攻撃をねじ込んでいくゲージを半分削ってさらに追撃とまだだドラッでこれで保留はラストとでこの削った分が期待度ですねさあラストジャッジここでガロズガラがガシャーンと真ん中に振ってくるかどうかと嘘だろ嘘だちょっと待ってくれちょっと待ってくれいやこっからもまたガスパターンですけど割とここで行くこと多いんでちょっとあの待ってくれね、溜まり方でいろいろパターンあるんですけどワンプッシュで1個上がるときとかあるんですけどちょっと待って待ってやだよそういうのやってないよ俺そういうのやってないちょっと待ってくれ薫薫薫薫復活ある復活ある薫ちょっと待てってふざけんなマジかよやってないってそういうの強者とか引いて負けはやってないってあー立ち直れないなこれやらかしたわマジか勝つ気満々でいたうわーマジかよ嘘だ余裕ぶっこいてたいやーじゃあよくない切り替え切り替えよしアモンステージもまあチャンスゾーンの期待度の高いステージまた立ち直れない今のは熱かった激熱だぜほら立ち直った安心しろ効果俺は今立ち直ったその激圧俺を立ち直らせるには十分だったぜ外したらもうここでやめて帰る俺はおこれレアコ役で
今矛盾での成功パターンですね。差出たけど、さあこれでチャンスゾーン獲得と。でこれすぐチャンスゾーン始まるわけではなくて、アモンステージの100ゲーム消化後に出てきます。でこの間はですね、下に書いてあるように昇格抽選を行っていて、レアコアイク引いたりすると黄金騎士チャンスから新黄金騎士チャンス、つまりは牙バトル確定で、自然と成功したら IT 確定というチャンスに持ち込むこともできるので、ここも頑張ってレアコアイクを引いていきたいところとなります。ツインウド決めた。ダメだったら5号球と、それにしましょう。あれこれ悩んでも仕方がない、そうします。お待たせしました。私が選んだ台はこちら6号機ツインエンジェルパーティーです。もちろん出玉の方の性能としては一発性はそれは低いかもしれないですけれど、まあ、手数とあとは設定資産の部分でうまいこといい感じにポイント稼げたらなっていうのが一つ狙いとしてあります。まあ、理想としては低投資から AT でタイム入れてまあちょっとずつでもいいが出玉伸ばしていければいいなって言ったところですかね。お一応ね、公約に関してはまあチェリー、まあ同時成立とかしてくれればいいかなって言ったとこね、いきなり1ゲーム目から来ましたけど。お、やる気あるね。まさかの1回転、いやそんなことはないだろう。あ、違う、いる。あのフラグ察知して中押しの、まあ、くるみ下段狙いからの青中段で左青上段狙いして青テンパイすると 青の、まあ、同色ビッグもしくは MB なんですよ。いた1ゲーム目で引いてた間違いないですね。一応まあ設定差のあるものとしてはチェリーは本当は赤7のビッグとの成立だと差があるやつなんですけどね、まさかの当たりだった。ちょっと予想してなかったですけどね。でまあ MB 中に関してはもうとりあえずエンジェルチャンス当選するかどうか、まあ一応ね高設定の方が当選率は高いんで、でまあ、こうやってきてあと3人真ん中の、まあ、怪盗天使の3人が出てくればエンジェルチャンス当選となるわけなんですが、ダメか、まあ残念ながらね AT の当選ならずということで、まあ、ちょっとね当たったことは良かったんですが他にいい要素は特になし。まあ、ただボーナス直後はまあこのようにね、ボーナス引ければデータイム直撃の可能性が高いんで、ここでもう一回ボーナス引ければなおいい、理想的。よし、とりあえず2回へ行きます。チバリオのリセット狙いからしちゃおうかなと思ったけど、あれ有力化のランプついてんな。マイジャグラは打ちます。はい、じゃあ、私の方は朝一マイジャグラ5を確保しました。で本来の予定だと、チバリオのリセット狙いからしようかなと思ってたんですけど、ちょっと有力化のランプがついちゃってて、まあ、リセットか強気か否かの判断が完璧にはできないんでちょっとやめておきました。有力化のランプが消えてればリセット確定で、まあ打とうかなと思ったんですけど、ついてると、まあ、リセットして店側が1ゲーム回したのかそもそもリセットしてないかの判断がつかないんで、まあ、ちょっと怖いなと思ってやめときました。あ、早っ、当たった。6ゲームでペカりました。
あ、単独レギュラーですね。早い。で今日はおそらくあの末尾とか、前代系とかの法則、まあ、このホールよくやるんですけど、多分それではなくて、まあ、特定機種に高設定を使うみたいな入れ方の日だと思うんですよね。でその特定機種っていうのが何かっていうと、前回の、まあ、今日21なんですけど、11日の日が、まあ、ジャグラーに強めに入ってたみたいで、でまあ、ということはやっぱり今回もちょっとジャグラーなのかなっていう予想で、マイジャグラー5に座ってますね。マイジャグラー5、最近出た新台で、当たりましたね。早いな。お、これはブドウ。ブドウをしっかり取りまして、ブドウは8枚ですね。1枚掛けでも8枚。まあ、でも前作と全く同じ手順でブドウは取れるんで、はい、52ゲームで単独リック。ちょっとオキスロをまずは見に行こうと思います。朝どんな客付きなのか。あれ、まだ千葉リオも開いてんじゃん。朝だけ千葉リオ行こうかな。ははーん。オッケー、ここにしようかな。はい、というわけでですね、私千葉リオから行ってみようということなんですが、さっき立ちながら見てたらですね、見えなかったんですが、座ってみたらユリカラップついてるということで、わ、音でけ、ワンチャン末の可能性あるんですが、仮に末置きだとしても、もし末置きなら末置きで、もう間もなく千何ゲーム、引き継いでる状況の閉店なので、とりあえずまあ一発当ててみようかなと思います。あ、5個以内だった。今5個か、フラッシュが長い方だったね。5個以内なわけねえな、据え置きだったら。あれ、これリセットでこのフラッシュは戻るんだっけ。あ、戻るっぽいね。2個、3個、4個。1ゲーム回してんじゃねえの普通に。お、大遅れ。はい、5個。レインボー安全帳、よし。おいよ、投資1000円、32。はいはいはい、オーケー、いいよ、いい立ち上がりだ。さあ行ってみよう。はい、よいしょ、飛んだ。今遅れてたね、転倒しっぱなし。 OK、 ロケットスタート。2連、おっと1ゲーム連、
レギュラーで3連目。まあ、ほぼほぼリセットだよね。この履歴からユーリフカランプついてて据え置きだったら今の一発で飛ぶのすげえ薄いんで、おそらくあくまで推測ですけど、ナイスイ。よしよしよし、よっしゃ4連目。ういったー、ラッキー、これは助かる。じゃあ、あの感想をぶちかまさせていただきたいと思います。はい、ほう、黄金キスチャンス、通常パターン。いやー、早い、もう10ゲームなくなった。さあ、もうこの一連の流れ失敗したらチャンスの失敗です。よーし、もう一個大事、ここ、あー、このゲーム大事、ここだな、よし、ここ、キンニエフェ、きたー、下手しい、2個止まる、1個、それは期待しすぎた。ただもう一回止められれば確定なんで、ここ、あ、普通にあれか、期待度としての金シャンだったのか。さあ、エフェクト赤からのバロ変身、いやー、これ薬物出てきたら激アツ。うわ、レギュレイス、やばい、エフェクトしない、大丈夫、赤は大丈夫、正捕手とはいえこのストレート取れないだろう。よしよしよし、首の皮1枚つながりました。チャンスうま、ここが一番苦戦するところなんですけどね。ありがとうございます。さあさあさあ、さっきのリベンジマッチといきましょうか。あと地味にこの揃うまで結構強めの昇格修正してるんで、ここでレアコエクとか引けると結構おいしい。頼むぞい。よし、強チェリー2回引こう、こうなったら。これ1回もガロスから止まんなかったらどうなるんだろう。ようやく、白2個でもさっきのが外れるならこれも当たるよ。そうじゃないとやっぱ割に合わないもんね。1個停止でガロホリューきた、初めてのパターン、初めてのパターン。一応まあ5ポイント以上っていう振り分けなんですけれども、あの詳細な振り分け出てないですが、まあ1個でもこれぐらいいけるときはあるよっていうことだと思うんで、ガロホリュー出た時点でもう50ポイント以上とかなのかな、多分。ういー、ガロホリューとかじゃなくて、ガロホリュー2個、
ガローン。1個でダメなら2個並べればいいじゃない。表示でダメなら揃えればいいじゃない。そういうことなんだよパチスロって。かっこいい。15ゲーム目くらいまで死にそうな顔してたのにね俺。ああ無理、絶対無理言うて、ドカーン、劣化激流を2発ピリリン、ありがとうございます。ズバババババ、ありがとうございます。よし消え去れ。いやかっこいいよねこのエレーシングン。じゃじゃーん。ありがとうございます。8000円ですね総投資が、無事にメイン80魔界ラッシュ突入でございます。さあ魔界ラッシュ開始時はまず特化ゾーンスタート、絶頂ホラーバトル、ここで何個ストックできるかがめちゃくちゃ大事です。ホトン頑張って。今この敵によって機体とも変わってくると。でバトル中は基本的に、まあ、エースもそうなんですけど、こんな感じでガロズから1個止めれば最低でも 40% で2個止めれば 80% みたいな、でこのカットインでチャンスアップを行うと。でキャラによってその止まった時の信頼度とかも変わってくるんですけど、これはレインボーですね。もともとね1セット目は必ず勝つんで。マカイラーシュ、ここで山ほど欲しいと。いいよ、訂正がございます。ガラスから1個で 40% とかの抽選はあの AT 中の魔界ラッシュ中の抽選でしたね、ごめんなさい。この間は、50% で1個止まれば勝利すると。1個目飛ばしちゃったけど、このね初めて見た時にうぃーってなる演出、ガガガガガガガローですね、通称ウトック3連続で出勤してるけど。白か、意外とここは大事なんですよね。で背景青、ちょっと待って、意外と危ないか。ガガ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 ロー。これ累計何個かちょっと楽しみだわ。来たなアングレイ、大丈夫か、ここ、いやー勝っといたい、これは危ない。一応引かなくても抽選してるけど、これはやばい、これ無理か。あー終わった。あーちょうど10個でしたね、2桁、相当うまいですこれ、ありがとうございます。完走を目指して頑張ります。お、カットインか。はい、チャンスチェリーとで、まあ、一応ねチャンスの、まあ、ボーナスではあるんですけれどね、まあ、ここで当たれば AT 当選と。で一応成功率には設定差があると、高設定ほど当たりやすいです。で消化中はもういかにベル引かないかですね。もうベルを引かないでとにかくレベルを上げていくと。ベルさえ引かなければ液晶右下にあるこのメーター上がっていくんで、
できれば4以上貯めた状態でベルの入賞ができればレベルアップ。ああくそ、これが良くないやつで、ベル4回ってなってますからね。おで、まあ、このようにカットイン来た時がレベルアップのチャンスと。枠内にくるみが止まるほどレベルアップに期待できますよといったとこなんですが、あっさり4ベル相当、ベル4回取っちゃうともう連続演出8点、まあ、今回レベル0なんでね、あんま良くはないとは思いたいとこですけれど、基本的にナビ出ないんですよね。多分ね、僕あんまり経験ないんであれなんですけど、レベル0で当たるときってあのベルナビ出ちゃうんですよ。本当件数少ないんで申し訳ないんですけど、途中から、まあ、ベルナビ出てきちゃったんで、もしかしたらとは思ったんですが当たってましたねっていう。でこの場合はもちろん AT 当選で、まあ、ちょっとレベル0だったんで、本当はこのレベルを高めて当てていくっていうのがチャンスゾーンの正しい当て方です。レベル0での当選は、まあ、たまにありますで、当たったところでこれはこれで嬉しいんですが、その先の振り分けの部分ですかね。基本的にはまあエンジェルチャンス30ゲームなんですけど、高設定の場合たまに100が選ばれる場合がある、まあ、EX っていうものなんですけど、そうなってくるとちょっと違うよと言ったところなんですが、まだあれでしたね、準備中でしたね。30か100か、あー30の方だった、ダメか、やっぱり30か。でこの30ゲーム間の中でボーナスが引ければデッドタイムへと移行しますと、まあ、ちょっとゲーム数は少ないんでね、難しいかとは思いますが、まあ、チャンスチェリーでも OK、 ボーナスじゃなくチャンスチェリーでも OK。うわー何も引けねえ、一応リープベルでも同時成立の可能性はありますが、ダメか。ああそうか、ちょうど今あるね、エリスの誕生日の期間限定中さ、残念ながら30ゲーム駆け抜けという形になってしまいましたと、ね、これだと出玉もちょっと伸ばせないんでね、苦しいんですが、どうにかこれをつなげることが今日の僕の目標です。これで5連遅れた？お、ワン。あなた様は具志堅用子？違います。チョッチュ。お、チョッチュ。お、チョッチュね。一応高設定ほど出やすいと思う。あぶねー。楽勝やとウイニングタバコするわもう。簡単だな、これだもの、パチスロなんてもこれだもの、やっぱり歴が違うから、まだまだ彼らはまだまだね、歴が足りない。菊丸とは同い年で同期です。1つ、OK、11、いいね。ナイス。こくれたよ、遅れたね、
よーし。11個目。遅れた4。12連目。レギュラー、久しぶりのレギュラー。いいよ。これで2000枚突破。あ、消えた。さあ、というわけで2078枚12連で、一応まあ完走という形になりました。というわけで、以上松本バッジの予選終了ということになりますけれども、11時中で1時間でオーバーキルと追うよ2078。こっからがね、千葉リオのおもれえとこだから、もう一回有力感飛ばしちゃったぐらいにしてさ、すぐ当たったりするわけよ。さあ、こっからはおいおいおい、はい、飛んだ。さあ、行ってみようか。2周目です。おお、じゃあ、あの揃うともうワンセットなんですよ。おいおいおいかっこいいですよね、これ。ドガーン。